大家好，欢迎大家收睇《衰鬼联盟》嘅 Party Moment， 又系我 So So 啊。咁上次咧就讲到佢梁咧，好似俾春搞到佢咧，想跌入呢个深渊入面，永远都翻唔到嚟，陷入佢自己嘅沉思里面，佢对佢阿妈嘅一种记忆啊。睇下而家接下来个故事发展成点先。我いたわ。二人とも無事よ。春。涙で顔がぐしょぐしょよ。でも見つかって本当によかったわ。うむ、ならば早くここから離れよう。霧が出始めているぞ。なあ、気のせいか？寮のやつ霧に向かってね。佢喐都冇喐过，喺我眼见。え？其实我觉得依个动画位做得唔好啊，佢啲游戏。个人都冇喐过，佢又话佢一直喺度行紧，黐咗线啊！系，あれやばくない？亮、なんか笑ってんのか？みんなまずいよ。霧がもう濃くなりすぎてる。確かにやばいな。亮、あれ。そこは危ない。早くこっちに来るんだ。ねえ、あれ何？葵学者指嘅方向咧，有个黑色嘅影子啊，系咪我眼花？好似有啲触手出从黑影度伸咗出嚟。触手のようなものが伸びて。待って待って、寮の方に行ってない？おい、やばいやばいやばい、これマジでやばいやつじゃねえの？じゃあ救佢啦。タクマ、行っちゃダメだ。アグモン、どうにもならないよ。あれはそういうものなんだ。そんな。おい、リョウ、何やってんだ？早く逃げろ！どうして逃げないの？え？亮、何か言ってる？佢見到佢媽媽。ママ、やっと会えたよ。うん、これからはずっと一緒。もう離れないでね。は？哇！完全走唔甩喎，梁。数码暴龙呢个世界观都算系第一个人死嘅，其实好少会有人死嘅，所以我觉得佢算系第一个。そんな嘘、何これ。古利秀原来在春的身边，原来他还在。有点奇怪，他这样说呢很冷静地说，不知道为什么，因为其实整件事应该很不冷静的嘛。为什么会这样呢？在古利秀来说呢，好像有一点有点难过啊，被人感觉上那都正常。他好像很不人性化啊，讲的内容。古利秀都死了，但是连进化未进化，看来他跟这个数码暴龙是息息相关的，个人消失的话。哎呀，点解会咁嘅？古利秀都开始逐渐消失啦。
待て、待てよ。リョウがまだそこにいるんじゃないのか。ダメ。みゆき。たくまさん。ハル。リョウさんはね、自分で自分を見放しちゃったんだよ。自己放棄了自己。だから世界に食べられちゃったんだ。黑影同武都消失咗啦，原地都冇见到梁嘅身影。我唔系好明春佢讲嘅意思，但我明白嘅一件事，梁死咗啦。其实都几惨啊，因为佢好少个世界观会咁 deep 嘅，话会有一个人死咗咁样。之后咧，修斯学长就安抚咗绝望无言嘅我哋，我哋大家一齐翻咗去校舍啦。喺一种嘅状态，仲可以带领住大家，真不愧为之修斯学长。其实我托真咧，佢啲对白咧，好似机械人咁样，完全唔觉得。有一种最好似冇乜伤感嘅感觉啊！就算佢见到梁、消失咗之后，佢依然好似好冷静咁样分析紧任何嘅情况咁样。跟住继续讲个对白啦。咁如果佢修斯学长振作翻之后，第二个振作就系灰豆。我哋拼命咁样挽留，要去游乐园咁样揾美优嘅灰豆，好不容易咧才说服佢一齐翻嚟。修斯学长依然好急住咁样谂住去揾美优嘅灰豆，而重整旗鼓啊！哇，咁奇怪嘅，对佢当再重新整理一下啦，先佢嘅劝说咧先开始发挥佢作用。见到梁嘅下场，睇嚟灰豆都变得有啲谨慎啦。其他人咧亲眼目击梁嘅死亡啦，情绪都似乎非常之低落，非常之害怕。回到校舍咧，天色已经变晒好暗啦，连晚餐都未食就直接瞓咗觉啦。我都希望系咁样做，但我迟迟都未入睡。佢而家先开始讲佢嗰个主人翁嗰个情绪，因为我真系冇办法去思考。梁俾影子吞噬嘅时候，我系咪本来可以做多啲呢？如果大家同心協力，或者態度更加強硬，或者是但這個世界沒有或者，是想不到其他任何可能性。沒辦法，我想不到任何的可能性。這個霧和那個黑影對於我來說都是一個謎團，最重要來說，我的本能很清楚，這個不是我有能力所處理到的東西。好冷啊，应该咁样会感冒嘅，虽然瞓唔着，但起码都瞓平先啦，躺平啊！我大陆人讲躺平咗先啊！真系好灰喎，睇嚟佢哋好 deep 啊！佢成个故事都阿哥吗？托真。阿古秀，タクマ、大丈夫？ぼーっとしてるよ。阿古秀过来安慰我。ずっと考えてたんだ、リョウのこと。助けられたはずなんだ。今日だけじゃなく、もっと前に。クネモンに心を開かなかったのも、毒グモンの脅威に震えてた時も、
教室にいた時、話し合いの時、探索の時、いつもいつも寮がやばい状態だって分かってた。我揿走去语音嘅。それなのに僕は寮を助けなかった。僕は寮を見殺しにしたんだ。タクマはどうしたかった？好遗憾佢冇克服到恐惧，冇帮佢克服恐惧。寮に恐怖を克服してほしかったよ。怯えてばかりじゃなくて、立ち向かう勇気を出してくれていれば、この世界に自分の居場所を見つけられたはずなんだよ。そもそも何が正解なのかだって僕は分かってないんだ。僕のしてきたことは正しかったのか、どうすればよかったのか、僕には何も分からない。タクマの苦しい気持ち分かるよ。うん、苦しい、苦しいよ。寮が仲間が死ぬような目にあっても、この状況を解決する道が見えないんだ。アルケニモンはまだ僕らを狙ってる。ミュウがいる遊園地にだって敵はいるかもしれない。ここが違う世界なら元の世界。有感情啊？わからない。好有感情啊，发过去。わからないよ。比较慢啊，讲得。一体何をどうすればいいんだよ。タクマ、あのね、タクマ、僕は難しいことはわからないけど、とっても大事なことを知ってるよ。それはね、タクマなら頑張れば何でもできるってこと。みんなと力を合わせてでも、無理やりに進んでも、最後にはどうにかしちゃうんだ。なんだよそれ。僕、そんなんじゃないよ。そんなことないよ。僕は信じてる。タクマ、僕は君を信じてるよ。僕も。ありがとう。なんだかすっきりしたよ。おかげで眠れそうだ。そう、ならよかった。おやすみ、アグモ。おやすみ、タクマ。好沉重哦，看完一拍之后，虽然啲剧情有少胶有啲位，但都算系咁。第四章啊，嚟到，哇！呢只咩兽啊？又系，阿基里兽都系听人哋指示咯，系。人間の子供は発見したのですが、部下どもがその不甲斐なくて。取り逃がしてきたわけか。どうやらお前には我らが主に仕える自覚が足りないようだな。いいえ、私はそんな。そう、必ず次こそは必ず必ず人間の子供たちを我らが主の前に生贄として捧げますわ。祭壇が開いたようだな。お前が生贄を捧げたのではなかったのか。目当ての子供を取り逃がした挙句、生贄を捧げることにも失敗していたとはな。
あれはその私ではなく何者かに先を越されたのよ。その何者かの手によって捧げられたかどうか確認も取れていないのだな。でも子供はまだ何人もいるわ。だから次こそはねえ。前一人で手に負えないというなら超海龙兽メガシードラモンをつけてやってもいい。好屈機喎，究極体嚟嘅又系。武士への忠誠を示す機会とあらば、あいつもさぞ張り切って成果を上げるだろうからな。その前に熊仔兽，俺が。哎呀，我不想遇到熊仔兽啊。必要ないわよ。モンザイモンの手もメガシードラモンの手もいらないわ。今度こそ私が子供たちを捕まえてみせるもの。えい、どけどけどけ。あら、ガサツのやつが来た。又是另外一隻嘢嚟喎。よそ者のガルルモンがここに何のようなのかしら。聞いたぞ、人間の子供から力を得た連中は敵として立ちふさがってるそうだな。だったら何だって言うの。この機会を待っていた。そんな連中を俺の力でねじ伏せてやるぞ。ふん、力だけでどうにかなるとは思わないことね、おバカさん。お前また卑怯な手を使ってるのか。自分の力で戦おうともしないのか。ん、また単細胞なことね。それが愚かだというのよ。けっ、どいつもこいつも目のクソ悪い連中だぜ。やめぬかお前たち。喧嘩打ってきたのはこいつだぞ。まあいい、お前らが協調する必要はない。好きに動けばよい。言われなくても好きにさせてもらう。じゃあな。ああ、言うだけ言って言っちゃった。いいのかしら、あいつ信用できるの。腕だけは確かだ。それに人間の子供に恨みを抱いているのは間違いないからな。それよりいいか、アルケニモン、これ以上の失敗を主様が許すと思うなよ。うん、分かってるわよ。私を誰だと思ってるの。ならよいがな、次はないぞ。ここにいるモンザエモンやメガシードラモンだけではない。お前の代わりはいくらでもいること、忘れるな。手を貸してほしければ言え。哎呀，阿基里兽，今今时都几废啊！この私が、あんなガキどものせいで。哇，依我样有啲恐怖啊！いいわ、今に見てなさい。因为佢哋貌似系一个团队，但其实佢都好似雇佣兵多啲啊。似系喺斗快杀得死啲细路，速接佢啦！化恶魔去。娘，夢。嗰日朝早俾一个恶梦惊醒啊！满身都是大汗，手仲有少少手震添。这个都
难以避免啦，唔可以避免嘅，因为咧我啱啱咧寻晚好夜都未瞓得着，而且毕竟梁咧喺我哋嘅眼前都消失咗啊，寻日。而系我第一次见到有人喺我眼前度丧命，更重要系来路不明嘅手啊，居然俾嗰样嘢捉走咗，拖入去。回想起咧，都有少少打冷震。但我唔可以一直都系咁样啦。啱啱寻晚阿古兽已经鼓励咗我。そういえば悪魔、それにみんなは。似系出晒佢应该，去餐厅揾一揾佢哋先。おはよう、カイト。ドラクモン。チ、やっと起きてきやがったか。睇嚟好似佢好非常之生气啊！唔知系咪等紧我起床？遅くなってごめん。昨日はなかなか寝つけなくて。相当疲れてたんだな。仕方ねえよ。ところで、他のみんなは？知るかよ。誰も来やしねえ。そうなのか。みんなとっくに集まってると思ってたのに。でも、じゃあみんなどこに？あっちこっち行ったみてえだぞ。暗い顔してよ。目の前でてめえらの仲間が一人霧に食われてやられちまったんだ。おめえと同じで。みんな思うところがあるんだろ。咁样都讲得啱嘅，因为梁嘅事情咧已经大受打击咧，一定系唔止我一个。咁大家都一定系嘅，一谂到咁样。みんなのこと少しそっとしておいた方がいいのかな。何言ってんだ。今は一刻も早くミュウを助けに行かなきゃなんねえんだぞ。それはもちろんそうだけど。正体不明の霧のこともあるし、みんな不安なんだよ。だからこそ早く助けに行かなきゃやべえんだろ。霧のことだけじゃねえ、化け物がミュウを狙ってるんだ。はい、嗰只阿基利兽咧，好似提过有啲咩祭品噶。如果仲有好多咁嘅怪兽咧，好奇怪佢嗰啲对话真系。こんなことなら。何としてでも昨日のうちにミュウを見つけておくんだった。いや、そもそも俺がミュウから目を離してさえいなけりゃ。カイト、ちょっと落ち着けよ。タクマの言う通りだぜ。うるせえ。これが落ち着いていられるか。妹の命がかかってんだ。そんなこと言われなくても分かってんだよ。けどな、一人でイライラしても仕方ねえだろ。もういい。議論してる時間も来ねえ奴らを待ってる時間も無駄だ。俺は一人でミュウを探しに行く。待ちなって。単独行動は危険すぎる。行くなら全員で行くべきだよ。同感だ。おめえを危険な目になんて合わせられないからな。分かったよ。太好了，佢好似理解到啊。けど、待つのは昼までだ。それ以上は待てね。昼まで待って、誰も来なかったら、その時は誰が何と言おうとミュウを探しに行く。俺一人でな。たくバカ野郎が、その時は俺も一緒に決まってんだろ。はあ、誰がバカだ誰が。おめえ以外に誰がいるんだよ。どうせ本当は誰も巻き込みたくないとか余計なこと考えてんだろうけどな。一人で突っ走ろうとすんじゃねえ。何のために俺がいると思ってんだ。そうかよ。
そりゃ有少少傲娇啊，睇嚟佢悪かったな。系德古兽真系好担心灰豆，灰豆亦都系讲嚟讲去，佢都好听德古兽讲嘅嘢。讲起上嚟，其实佢两个算唔算感情几好啊？つうわけでタクマ、みんなを頼むぞ。昼間ではカイトが勝手に出ていかねえように、俺がちゃんと見張ってるから。わかった。みんなを呼んでくれ。我睇睇到中午为止。啊，其实都冇剩几多时间，快啲集合大家先。咁而家要快少少啦。但系咧，去揾佢哋之前咧，唉，唔紧要，揾咗佢哋先啦。我其实一次可以揾得晒，喺教室度啫。系葵学姐同埋沙希啊，即刻同佢倾下偈先。我阻止唔到，我阻止唔到。你讲啲咩啊？呢度系无可奈何我呢件事，但系咧我都留意到梁嘅同学有啲唔妥噶啦。点解我一啲都帮唔到佢？葵学姐而家责怪紧自己。毕竟葵系比任何人都认真一倍，我都好后悔自己咩都帮唔到佢。佢由朝早喊到而家，真系有啲让人唔好忍心啊！因为个性太认真，哇！但我咧去个动画一滴眼泪都冇啊，大佬，你可唔可以唔好咁儿戏咧？你喊下都好啊。佢觉得梁嘅事情咧，自己非常之有责任啊。拉布拉兽讲得冇错嘅，但系都系无可奈何嘅事啊。咁讲嚟做咩咧？我理解咧，佢后悔自己帮唔到佢嘅忙啊，佢心情。每个人都有责任嘅，唔系得你一个。责任咧唔止系葵学姐，我哋每个人咧都系对冇帮助到梁咧，都系应该要负上责任嘅。我当时咩都做唔到，托真同学，或者你讲得啱嘅，我冇留意到梁会俾人逼到咁样，所以葵学姐冇必要自己承担责任啦。托真同学，西同学，葵啊，唔好再喊啦你。因为咧，你哋觉得系为咗我着想先会同我讲啲咁嘅嘢，但系咧，我啱啱咧净系谂到自己，好惨啊！葵，拜托你可以打起精神啦、啊！我呢种人，喂，大镬啦，又陷入呢个恐怖啊！应该迟啲可能有机会跌入去雾度，再唔快啲咧，大家就去呢个餐厅度集合。哦，唔系，再唔快啲叫佢哋去餐厅集合咧，灰豆会自己冲出去噶啦。唉，好伤脑筋啊！托真真系唔系好识安慰人，葵依然一直喺度喊紧，唉，我都唔知讲啲咩好。应该讲托真讲咩，葵学姐都听唔入耳。点解咁讲呢？因为葵系唔应该唔希望你讲啲正确嘅道理。咁呢个系咩意思啊？纯粹因为女仔，我先会明白，因为要由从自己嘅经验嚟判断，不管系边一个。沙希好似唔系好受拘束，但系估唔到佢都会睇眉头硬压。你都好明女仔嘅心情喎、哦。你咁讲，我好似唔系女仔咁样讲到。沙希系一个好可爱嘅女仔嚟噶，啊，唔系咁嘅意思。我只系谂，有身为男仔嘅我唔明嘅嘢啫。总之，葵有我嘅陪伴，交俾我啦。仲有我拉布拉兽嘅陪伴，哼，系、哦，葵唔好再喊啦，西同学我，依、这个唔可以咁样怪你嘅，你都冇错，但系呢种情况边个都系无计可施嘅，不管系我啦，不管系大家，呢种情况最好都系用女仔比较顺利啲，幸好有沙希，吓，你系咪唔记得咗要叫佢去？整一晚都冇办法自己一个释怀，喂，点解无啦啦而家佢又释怀唔到嘅？一个同伴喺我哋眼前消失，呢、这个冲击实在太大啦。呢、这个虽然呢个人咧个性又扭曲咧，又消极，又非常之差人憎，又唔合群，哇，都几多缺点、啊、其实就系咁样，但我都唔希望佢就咁消失。我明白嘅，佢都系唔只系唔系比较坦率啫。但反而觉得呢个部分同我有啲似，所以我先冇办法放任佢唔理。原本我觉得沙希系善于交际、开朗嘅人，
摆喺梁身边，其实都系一种不可思议嘅感觉。但系佢内心嘅深处，其实都觉得自己同梁有啲似。照我咁样睇啦，沙希同梁一啲都唔似，就系咁啦。佢一直都好寂寞，所以成日先会咁样。系啊。花拉兽你都知咩？唔知啊，完全唔知。哼，我哋知沙希系一个非常之温柔嘅女仔，温柔。托真系咪都系咁觉得啊？我都觉得好温柔啊，但有时讲嘢都好直接、啊，我都唔系好了解你。咁好温柔咧，你讲点会话佢直接啊？咩应该啊？沙希系一个非常之温柔嘅女仔嚟嘅，我知道我知道，但系点讲咧？我觉得系唔止温柔啊。咦，你觉得咩意思啊？我唔知点解释啊。我觉得你观察都好细微，你好似观察阿梁咁样啦，好似啱啱咁讲，虽然唔系好坦率，但其实都好为同伴着想。咁样啊，估唔到托真系咁样睇我喎，好多开心啊，多谢你，系咩？嗯，面都红埋，托真，你怕丑啊？我先冇怕丑啊。同托真倾完之后咧，开始有少少打起呢个精神啊，多谢你啊，托真。喂，好棘喎，唔想再语音喎，有冇其他方法 ？Touch 翻先。啊，但我同佢倾偈啦，同阿念倾下偈啦，念喺餐厅同野鹰手，念应该都冇乜唔开心嘅。啊，托真有咩事啊？大家都冇嚟集合啊，我想睇下大家嘅情况。灰豆非常之心急啊，想自己一个出去揾美优啊。原来如此，咁样都冇乜时间，慢慢等咯、啊。灰豆嘅性格不顾一切咁向前冲，尤其是事关佢妹妹嘅时候啦，系咯，总系黑住块面，仲系妹控添。令人非常之意外啦！唉，太好啦，念睇嚟比想象中更加有精神啦。系我话说，托真啊，你中意睇啲咩嘅漫画？点解无啦会问啲咁嘅嘢？而家唔系倾啲咁悠闲嘅话题啩？倾有咩所谓啫？就因为呢种时候更加要倾，我都搞唔清楚佢提问嘅用意。问我中意睇啲咩漫画？我应该中意睇啲典型嘅英雄漫画啦。不过我有时候会睇恋爱嘅喜剧漫画，同念讲会唔会取笑我呢？我中意睇英雄漫画，只一定有，如果有趣嘅话，我一定会睇啲经典嘅英雄漫画。我都觉得系咁样先啱啊。讲到漫画，我都觉得英雄漫画系最好睇。讲到原本嘅世界啊，我会推荐你好多漫画噶，到时咪翻到原本嘅世界。我有一部非常之中意睇嘅漫画，下个星期就会出街噶啦。我都好想快啲睇到漫画，以睇嚟念系勉强自己喎。呢部漫画嘅英雄非常之型，我知道英雄里面都系数一数二嘅。呢部漫画我都想成为呢部漫画嘅英雄啊！我忍唔住谂啲好似唔系我嘅嘢啊！怀念野影兽听唔明我讲嘅话题，唔好意思，唔好意思。咁如果呢度都有漫画，都去睇一睇就更加好啦。不过哎呀，可惜啦。你唔好勉强啦，勉强啲咩啊？你一面心不在焉咁样，我先冇咁样。唉，果然啱啱有精神嘅样咧，完全系扮出嚟嘅。念啊，我睇你都系冇乜精神噶啦。唉，都系俾你睇穿咗。不过唔知系我啊，大家都一样。系咯，因为寻日发生咗梁呢单嘢啦，大家都陷入一个好。阴沉的情绪啊，果然念都消沉了，我什么都做不到。念，我和梁都没有相处得非常之融洽，简单来说，其实我都有少少憎佢嘅。不过就算是这样，我都不希望佢消失咯。念，你冷静啲啊！可恶，明明佢已经来到呢度之后，佢一直都好抑郁噶啦，点解我一直放住佢唔理呢？直到而家变成咁样，我都是唔好话放住唔理啊！明明佢是学长，我仲要。笑佢，仲要讲啲好难听嘅说话，唉，我真系好差啊！我做人真系唔系念嘅错啊！你唔好咁自责啦，唔使安慰我，我对梁做嘅嘢都唔系值得夸奖嘅嘢。念平时都成日喺度得意忘形讲埋啲咁嘅嘢，估唔到都消沉到咁样，睇嚟念佢用紧自己嘅方式对住梁谂多咗啦。野英秀，你不如俾念冷静下，明白啊？虽然咁讲，但我都希望佢
懂得咁样自我反省，念系冇错，我相信佢。咁样啊？哇，倾倾下都有少少耐喎，唞唞先。我睇下依啲位，好似有少少嘥时间，不过我都会拍埋俾大家睇嘅，因为我都想大家了解一下嗰个人物性格嗰个成长，系咯，就系咁啦。咁如果中意个系列咧，就记得 like 啊、share 啊、subscribe 我哋个 channel， 下次再同大家玩呢个游戏，就咁啦，拜拜。